ースの印、ルシになったの。国運の敵、人間の敵。親が死んでセラを守るために、早く大人になりたくて私はライトニングになった。親にもらった名前を捨てれば子供じゃなくなると思ったの。何者だ。半分イカれちまってるのだ。あんたと同じルシだ。息子さんのクリスタルは国運を救った悲劇の英雄として記念すべき。ルシをかくまったの父さんも。バカを言うな。お前の家はここだ。セラはいつだってここにいたんだ。ここで俺のことを見守ってくれてた。来年もここで見よう。バカ野郎が。ルシが人の願いなんか聞くか。君たちルシが存在するだけで全ての人々が危険にさらされる。君一人の命と国運市民数千万の命を引き換えにできるか。僕が前にできるの。できるできないの問題じゃないです。前だけ見てろ。背中を守る。死骸になるまでどれくらいか印の具合で分かる。矢印が増えてしまいに目玉が現れ、目が完全に開いたら死骸だ。みんながいるから私はきっと乗り越えられる。ごめんなさい。君がスノークか。シドレインズ、この舞台を預かっている。今は一人で逃げてくれ。私が敵を引きつける。待って、ワング。みんな同じだ。同じ苦しみを背負った仲間じゃなかったのか。まだから嫌なんです。傷つけるのも傷つけさせるのも。お前たちも見ただろ、ルシの恐怖に駆られた愚民ども。これがあんたの望みだったのか。もはや私はファルシの奴隷だ。撃ってよ。ふざけんな。死にゃ許されるとでも思ってんのか。それならどうすれば。てめえで考えろ。あんたが生きて戦うために誰かの希望を壊した。その人たちにどうやって償うの。国運だって滅んでもいい。仲間が死骸になるよりマシだ。また会えるよ。必ず会えるだろう。夢を見せたのはお前だ。姉さん、全部終わらせて